ハイチ帝国は1 8 4九年にホースタンイコールエルスルーク将軍がホースタン一世としてハイチ皇帝に即位することで成立した国家。独立後のハイチはほどなく南北に分裂し北部のハイチ王国と南部のハイチ共和国が併存していた。しかし1 8二十年に北部の国王アンリ一世が自殺し南部の大統領ジャンピエール・ボワイエがハイチを 再統一した。1821年、イスパニョーラ島の東3分の2を支配していたスペイン人のクリオジョが、スペイン人ハイチ共和国の独立を宣言し、コロンビア共和国への返入を求めて内戦に陥った。ハイチは軍を侵攻させてこの地域を併合し、全島に独裁体制を築いた。この事件は、フランスの大きな反発を呼んだ。 この時期までハイチの独立を承認する国家は存在せず、ハイチはフランスからの独立の承認を得る代償として、軍信攻に対する賠償金の支払いに応じた。しかし、この賠償金が、重荷となり、ハイチの経済は貧窮した。1843年、ボアイエの独裁に対して、シャルルリビー・コールエラールが放棄し、ボアイエを失脚させた。しかし、 農民や軍人の反乱が相次ぎ、ハイチは無政府状態に陥った。さらに、1844年には併合された東部のスペイン系住民がドミニカ共和国として独立するなど、国内は混乱した。この状況を収集したのは、時の将軍フォースタンイコールエリス・ルークであり、後に大統領に就任した。さらに、1849年には訂正を宣言し、 皇帝フォースタン一世を名乗った。皇帝となった、フォースタン一世は圧政を敷き、ハイチの民は困窮した。また、国内に秘密警察を配備し、隣国ドミニカへの侵入を繰り返した。10年後の1859年、皇帝に対して不満を持つファーブル・ジェフラール将軍の放棄によって、帝政は打倒された。ハイチは、共和制に復帰したが、国内情勢は、 回復不能なまでに悪化しており、相次ぐ大統領の交代や内戦が発生した。一時は安定の兆しも見えたものの、内政が安定しきらない1915年、アメリカ合衆国は、債務返済を口実に、海兵隊をハイチに上陸させ、これを占領した。アメリカによる占領後も、ハイチの国情不安は続き、現在に至っている。ありがとうございます。